中村だ。中村がエルボーを叩き込んでいきます。中村、岡田も中村と叫んでエルボーで返します。とにかく僕は新しいものが大好きなんです、初めてのものが大好きなんですと岡田は話しました。初めて迎えるこの西武ドームでの G1、 歴史に名を残すのは優勝者しかいないと思うんですと岡田はそのように話しました。僕にとって準優勝はいりませんと。中村、強烈なコンビネーションからエルボー、水しぶきがすごいですね。これ当たり方、首の振られ方が、大量の汗が流れています。お客さんも大量の汗を流してきました。この21日間に及ぶ今年の G1 クライマックス、流した汗の分が報われるのは優勝者だけなんです。さあ膝を叩き込んだ、溝落ちに膝、そしてドロップがいった。山崎さん的確に捉えました、はい、カウンター成長ドロップキックですね、はい、今手でカバーしたんですけど、はい、その上を行ったんじゃないですか。そうですよね、この手の間ですよね、間ですね、顎いってますよね。今ものすごいですねこれはね、ここしかないっていうピンポイントでしたね、中村からすると伸びてくるようなドロップキックになりました。さあ走っていくことができません。聞いてますよ、ドロップキック、ちょっと足に来ましたねこれね。21日間に及ぶ激闘です。大なり小なり傷を抱えています。立っているのもやっとという状況で戦っています。ドロップキック、いやこれは中村見た、来た、走り込んでのボバイエ、どうだ、やカウント 2.99、 今のスライディングボバイエ良かったですね、はい、そして中村、あこれ食らうと連続できますよ、危険ですよこれね、飛んだ、真空飛び膝蹴りボバイエ、顎じゃないですかね今ね。さあ中村のボバイエが岡田に襲いかかる。いやこれしっかり岡田相手を見ないととどめきますよ。ドロップキック、なんでこの状態でドロップキックが打てるんだ、ですね、早い、なんで打てるんだ岡田和親。いや金沢さん、はい、あの状況でドロップキック、驚きましたね、打てるんですね、はい、あの5枚をドロップキックでカウンターで攻撃したというのは初めて見ましたね、はい、42.195 キロを戦えるスタミナがあります岡田和親、驚異のスタミナ、そして狙うか、やっジャーベー、なんという高角度、決まらない、このままレインメーカーじゃないですか、来るか、したレイン、やっ返した、膝だ、したカウンターの膝、そして狙っているぞ中村慎介。その